野町駅は石川県金沢市や町五丁目にある北陸鉄道石川線の駅で始発駅である。駅番号は愛01。1944年まで松金線、1967年まで金沢市内線と接続していたが、現在は他の鉄道路線との連絡はなく、金沢市中心部高林房を経て、金沢駅や県六園、本津田駅との間、 また、野々市市中心部などとの間を、北陸鉄道グループの路線バスが結んでいる。2009年11月1日に、剣駅加賀市宮駅が廃止される前までは、毎年12月31日から1月1日にかけて、白山女神社への初詣客の輸送のため、当駅加賀市宮駅間の臨時電車が、終夜出す運行されていた。 駅前に電車接続バスが停車中等端式ホーム2面2線を有する地上駅。1番線は2両分、2番線はその場合程度の有効長を持つ。ただし、現在2番線は使用されておらず、下線が撤去されて事実上の休止状態となっており、1番線のみ使用されている。以前は年末年始に限り、加賀市宮への臨時3系電車が2番線に、 発着していた。金沢市内線の廃止以前は、石川線の車両の定期検査も市内線の工場で実施されており、車両の改装のため市内線との連絡線が設けられていた。市中心部から南部に進む幹線道路である国道157号の裏手に位置しており、乗降客の多くは目的地との間で路線バスなどへの乗り継ぎを行っている。 今となっては不便に思える駅位置であるが、郊外鉄道が市街地外縁にターミナルを置く事例は、多数ううあり、貨物古希スペースの確保や規制市街地内での用地確保の難しさが主因である。また以前は、金沢市中心部を走る北陸鉄道金沢市内線との接続があり、より市街地に近かった白菊町駅より総合的な利便性が高いため、 乗り継ぎターミナルとして重宝されていた。繁華街の片町へは、西川を挟んで1 0キロメートル離れている。一人一台まで自転車を電車に持ち込むことが可能である。当駅と鶴木駅のみ、乗降化。駅に直結して、北鉄バスのバスターミナルがあり、北鉄金沢バスの以下の路線が乗り入れている。ありがとうございます。